回の選挙なんですけれども、はい、今城さんのポスターで印象的だったのが渋谷区長選のジョーカーっていうお言葉なんですけれども、はい、これはどのような意味と考えればよろしいんでしょう。まあ、その殺したによって違いますからね。ええ、私個人というのは、この人がこの形で出しているもので、私こうという、こう具体的なもので出しているのではないですよ。ああ、そうですか。あ、はい、何かこうキャラクターをイメージしてとかそういったことではなくて、だからまあ、どうその見た人が撮るかという意味で出してるんですけどね。あ、だからそう、具体的に、はい、こうだから私が出したというものではないです。あ、まあ、社会がどう見るかという大きなテーマでは出してますけどね。はい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 。ただその、ジョーカーって トランプとかのジョーカーなんでしょうかね。いろいろ撮りますね、撮る人がね。あ、いろんな撮り方ありますよね。はい、今回区長選挙に立候補された、はい、その一番の大きな理由というのは、まあ、お宅はなんていうか、区から出してるこう、あ、選挙候補、ベラテンで見た、あ、選挙候補ですかね。はいはい、拝見してます。はい、渋谷見てますか。はい、まあ、大体あれに書いてるようなのが、まあ、一番の私のこう考え方ですよね。はい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 、うん、そのまあ、安全で健全な町へというスローガンはね。はい、だからやっぱり大体私としては出したものが、まあ、意見というか考え方をまとめて出したものですけど、はい、まあ、あれが一番と思ってもらったら、私の出した意味が、はい、まあ、分かっていただけると思います。なるほど。何か今城さんは選挙にお出になるのは今回初めてなんでしょうか。そうですね。あ、なるほど。その結構僕選挙の取材をたくさんしてるんですけれども、皆さんその選挙に出たいと思っていてもなかなかハードルが高くて出られないっていう方がいらっしゃるんですけれども、今城さんの場合はそんなに悩んだりというか、まあ、お悩みも当然あったかとは思うんですけれども、やっぱり出ようっていうふうに思われたきっかけみたいなものは何かあったんでしょうか。なんていうんですかね、まあ、大体あそこに書いたような感じでね。はい、政策の中身は選挙候補でというのは分かったんですけど、その、うん、例えば何かきっかけみたいなのって。そうですね、やっぱり今の癖は良くないからと思って出した。あ、今の癖は良くないと思って、はい、はいはいはい、うんうんうん、その一番のその訴えておられるものの中の一番に、その健全な渋谷区議会ということで、その、はいはい、同性パートナー条例の即時廃止というのは、はい、これもまあ大きなきっかけだったわけですかね。そうですね。なるほどなるほど。それはもうそこにこう書いてるように、はい、もう書いてる通りですね。あ、即時廃止ってことですね。はい、順番もね、書いてる通り。はいはいはい、はい、なるほど。今回選挙運動というのは、はい、どのような形でされてらしたんでしょう。ポスターも拝見しましたけれども、まあ、なんていうんですかね、私も一つのこう団体の長だもんで、はい、ん、
私の団体の長ですからね、はいはい、あの宗教法人やあの寺の、はいはい、一番のトップなもんですから、はいはい、はい、あのそれそれそれの専門の方から話してもらった方が良いかと思うんですよ。あ、それぞれの専門家、はい、変わるから、あ、担当の方がいらっしゃるということなんですね、はい、あ、なるほど、それに聞いてくれた方がいいと思うんですよ。あ、なるほど、はいはいはい、なんでしたら変わりますが、あ、そうですか、はい、はい、じゃあぜひお願いします、はいはい、選挙戦、今回の選挙戦なんですけれども、はい、どのような活動をされていたかということを伺いたいと思って。そうですね、まあポスター、それからまあビラ、あのビラと申します、選挙候補ですかね、それから加えるビラーですね、はい、それから、まあ、あの基本的にはマスコミ対応ですかね。マスコミ対応、あ、マスコミ対応というのは どんなことをされたんですか。あの記者の方が、新聞記者とかあのテレビ局の記者の方が来た時に取材に答えるとか、はい、まあ、それからその前ブライト演説もそのマスコミの方が撮ってくれる、撮影させていただく時だけ出ていくというのが中心でございます、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そうですか、あ、じゃあ街頭でもあの演説というのは当然されたっていうことが、はい、何度かしました。あまり目立ってないのでそこが結構疲れるところではあるんですが、うんうん、はいはい、あのですね、まあ、あのうちのその宗教団体の方針としまして、まあ、あまりその安売りをしますと、そのやっぱりリーダーとしての神格化みたいなものがありますので、はい、あまりそのですね、あくまでもベールをなるべくかぶせるような形でちょっとやったところでして、はい、あ、なるほどなるほど、はい、まあ、やましいところがあってのことではございません。あ、はい、なるほどなるほど、あんまり露出しすぎるのも、はい、リーダーとしてどうかというところですかね、はい、あ、そうですね、あとはやはりその、まあ、あえてその最初の公開討論会やその、はい、テレビ局での、 その最初の第一声の演説を通して、そのまずは区の皆さんの反応を見たかったというのが、あの館長 の、 そのお考えであります。反応としてはいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、あのネット上の反応がかなり大きかったように思います。今まで無名だったんですけれど、はい、ノーマークだったんですけど、はい、まあ、500件、600件ぐらい、まあ、イマージョムツトで検索すると出てくると。ああ、なるほど、はいはいはい、はい、まあ、それが、まあ、もう津田大介さんですとか音竹博忠さんですとか、はい、まあ、ジャーナリストの方がですね、はい、あのかなりそのネット上にその館長のその、まあ、演説を聞いて、そのかなりその個人的見解を書き込まれたりはされてたみたいですし、あとは、まあ、あのウィキペディアで検索しても出てこないので、はい、まあ、どんな人なのかなみたいな書き込みがあったということは聞きました。うん、あ、なるほど、はい、なるほど、まああのまあ、お近くで支えておられて館長今城さんを、はい、あの今城さんというのはどのような方なんでしょうか。そうですね、まあ一言で言いますと、その予測できない行動を言動するというのが、まあ、人物像を持っていただいた方がいいかと思うんですね。あ、はい、それは例えばこれまでのご経験で何か印象的なものってございますでしょうか。そうですね、まあ、数え切れないぐらいありまして、ちょっと何とも言えないですが、まあ、あの別にその心霊現象的な意味ではなくてですね、はい、はい、まあ、あの蘇る空海伝説を書いた時でもそうですし、まあ、その読者全般の期待をこう見事に裏切るようなこう筋書きを考えたりですとか、はい、まあ、今回その区長選挙に出る時も最初は周りの人には区議会議員選挙に出ると言っていたんですね、はい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 、それが突然区長選挙に出るですとか、はい、あと、あの公開討論会ってご覧になりましたでしょうか。ちょっと見れてないんですが、はい、まだ、はい、その時の発言言動もかなりその普段の人物像とはかけ離れた演じ方をしていますね。あ、そうなんですね、はい、わかりました。あの今日、そう、まあ、あの今日投票日ですけれども、はい、今回まあ、選挙初めてということですが、その、はい、実際になんか初めての選挙戦に対する戸惑いみたいなものは皆さんの中にはありませんでしたか。全くございませんね。あ、全く、まあ、もうはっきり
時もしかしてその勝ち負けを超えましてですね、はい、そのまあ区の皆さんに区政への問題意識ですね、はいはい、を持っていただくということがもう官庁の一存でございましたので、はいはい、はい、もう特にないですね。まあ本当に、まあ、よく夜も寝ておられましたし官庁は、はいはいはい、はい、じゃあ、今回の選挙戦はその満足のいく選挙戦を できたというふうに。そうですね、はい、まあ、強いて言うならばその今まで官庁をその見ていた世間の目がかなり180度変わったのではないかと、はい、いうのはかなり満足できる結果だったと思っておりますし、はいはい、変わったというのはそのプラス方向に働いたということですか。そうですね、まあ、どうしても表立った活動しなかったものですから、はいはい、裏へ裏へ回るせいでそのうさんくさい印象を逆に持つ方がいらっしゃったと、はいはい、まあ、実際は公明正大にやってきたわけでして、はい、そして言動を自らこう露出することによって、まあ、かなりイメージはかなり表立ったイメージに変わったかなと。あ、なるほど。ということで団体全般はまあ支持しているところです。あ、なるほど、なるほど、分かりました。はい、ちなみに今お電話でお話しいただいてらっしゃるのは、お立場的には選対事務局長とかそういったことになる。そうですね、まあ、作戦参謀と申しますか、作戦全般を、まあ、はい、私、まあ、一応まあ、匿名でお願いしたいんですが、一応黒幕でやっておりまして、はい、スクリプトですとかポスターのレイアウトですとかも、はい、まあ、官庁と一緒にこう考える形でやらせていただきました。あ、なるほど。選挙のご経験は今お話しいただいている方にはある？はい、全くありません。私大学もその政治学関係の学部ではございませんし、はい、選挙を手伝ったこともございませんが。そうなんですね。まあ、今回はあくまでもかなりセンセーショナルな印象を与えたいという官庁の一存に沿って作戦を立てましたので、はい、なるほど、なるほど、はいはい、ちなみにジョーカーっていうのは、はい、まあ、先ほど官庁にお話を伺ったらその取る人が取るように、取ってほしいっていうことだったんですけども。あ、そう申されてましたか。はいはい、まあ、ジョーカーという、いや、まあ、一つ、まあ、捉え方の一つとしましてはですね、はい、まあ、一つ示すとすれば、はい、示すとすれば、はい、その三つどもえの戦いと言われていたわけでございます。はいはいはい、この選挙は、はい、そんな中で、まあ、そのババ抜きでいうババアです、ね、はい、一枚こう割り込む形で入っていくのが班長でしたので、はい、まあ、そういう捉え方が一つはありますし、はいはい、あとはまあ予測できない行動をするですとか、はいはい、あとトーナメント戦なんかでいきなりそのなんというかノーマークから勝ち上がるような選手がジョーカーとかダークホースとか言われますよね。はいはいはい、まあ、そういう捉え方をするのもあるかもしれませんが、官庁の本音はちょっと分かりませんが、官庁ご自身がその私たちにもはっきりと申しませんので。あ、なるほど。これは私たちのあくまでも解釈の一つでして、はいはいはい、官庁一人には究極的にはまあちょっと、まあ、明かさないのかなというところで、はいはい、今皆さんのお仲間って何人ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、基本的には、3人ですかね、はい、班長入れて3人だと思います。はいはいはい、あ、いや、それ選挙についてではなくて、はい、普段のその団体としての活動がお三方でやられていらっしゃるという。そうです、そうです、まあ、基本的にはそういう感じでやってますけれど、まあ、生活形態は、まあ、それぞれ別々ではありますが。はい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 、はい、ということは、今お話しいただいている方ともうお一方一緒にいらっしゃる。そうですね、まあ、ちょっと家が遠いですので。あ、そうなんですか、はい、あ、なるほど。その方は、どんなご担当をされている。そうですね、まあ、広報活動みたいな感じになるんですかね。まあ、そんなに仕事量は多くないですけれども。はいはいはい、はい、あ、分かりました。
わかりました。あ、どうもお忙しいところお出かけの前にすみません。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。